はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、メジャーリーグの野球ゲームですね、MLB ザ・ショーの15をプレイしていきたいと思います。今日お届けしていくのではですね、6月15日、田中将大を擁するニューヨークヤンキースとイチロー擁する、マーリンズの一戦ですね、こちらの方をプレイしていきたいと思います。でスタメンのメンバー等はですね、実際の、メジャーで、行われたゲームと全く同じようなスタメンのメンバーになっています。さあ、早速始めていきましょう。まずはですね、ヤンキースの攻撃からになりますので、田中のピッチングまで、飛ばします。1回の裏ですね、まずは投球練習からになります。すでにですね、 MLB ザショー15何度かプレイ動画の方ですね、お届けしてますので、操作方法等についてもその中で、ご案内ご紹介してるんですが、ここでも一応、もう一度ですねご紹介しておきたいと思います。まず球種を選ぶんですが、バツで、ストレートとか、三角でスライダーという形でまず球種を選びます。その後もう一度ボタンを押すとですね、バツボタンを押しますと投球のモーションが始まります。で投球のモーションが始まると白い線がぐーっとキャッチャーの上の方に出てくるゲージを進んでいきますね。で、このゲージが進んでいった赤いライン、赤いレンジですね、あの部分で止めると最も球威が高いボールになります。なので、赤い部分までぐーっと持ってきて、そこで1回バツボタンを押して、その後ですね、黄色い線上で、もう一回バツボタンを押すと、そうするとですね、最もコントロールも球威もいいボールがいくっていうような操作方法になってます。なのでまずは球種を選択して投球モーションに入ったら赤い場所で止めます。一度で、黄色い線上で止めるというのが基本的な操作方法になります。このヤンキースとマーリンズの一戦はですね、イチローが5試合ぶりにスタメンのメンバーに名を連ねたという一戦になってますので、田中とイチローの夢の対決というのもお届けできるかと思います。さあ、早速マーリンズの1番打者ゴードンですね、迎えたところでプレーの方を始めていきましょう。まずはストレートから放っていきます。まずは低めギリギリいっぱいに決まって、ストライク、いいボールがいきましたね。これはセーフティーバント。おお、いきなりジェラルディ監督が出てきた。抗議してますね、ジェラルディ監督が。チャレンジをやってくれた。チャレンジなんてあるんだ、本当に。どうだ？ああ、際どいな。どうだろう。チャレンジしましょう。チャレンジですね。チャレンジの結果はどうだ？ああ、際どいけどアウトじゃないの？どうかな？今まさにチャレンジ中ですね。おお。これはチャレンジ成功です。本当に際どいね、ところでしたけどね、チャレンジ成功しました。そして、そのチャレンジの余韻中ですけど、イチローを迎えています。まずは内角のストレートから、ちょっと高めにボールが浮いてしまいました。でこの田中将大ですね、MLB ザショー15の中で何度かプレイしてるんですけど、意外とですねシンカーが使いやすいなっていうイメージがあります。田中といえばやっぱりストレートとスプリット、
落ちるボールですね。イメージ強いんですけど、シンカーが結構使いやすかったんで、まあ、シンカーを要所要所で、使っていきたいと思いますね。キャッチャーマッキャンの要求はカットボールです。内角低め、いいところに決まりましたね。これで2エンツ平行カウント。さあ、イチローを打ち取っておきたい。内角高め、ちょっとボール気味にストレート、いいですね。そしたらスプリットを放って空振りを取りに行きたいと思います。これはセーフですね。内野安打。さすがのイチローという感じですね。田中がね、ちょっとボール取れなかったですからね。さあ、イチロー走ってくる可能性もありますんで、まあ、警戒しながらね、やっていきたいと思います。で、ランナーを出すとですね、あの投球モーション入ってからゲージの進みが鬼の速さになるんですね。なので、より難しくなりますので、できるだけ、まあ、あのもちろんランナーは、ね、出さないようにしていきたいと思います。さあ、これで、2アウトランナー1塁と変わって、マーリンズの4番スタントンを迎えます。慎重に入っていきたい。真ん中に入ってしまったストレートを空振りしてくれました。本当に危ないボールでしたね。今度こそコントロールをつけて、うわー、抜けたか。おー、イチロー、何やってんだ、イチロー。やられたな、イチロー。ちょっと緩慢な動きをしてる間に、イチローにフォームを突かれてしまいました。ちょっともったいない失点だったな、今のは。すいませんね、見ていただいている方、ちょっとね、情けないプレーを見せてしまいました。まあ、ここから本当に引き締めていきたいと思います。さあ、2球で追い込みましたんで、3球三振狙って、もう1球スライダー、いいですね。真ん中に入りましたが、キレがありました。初回1点失いましたが、田中将大、まあ、無難な立ち上がりですかね。さあ、2回の、裏、田中のピッチングプレーしていきましょう。まずは1球目ストレートから入っていきます。あ、ごめんなさい、スライダーです。で、シンカー、外角の低めにシンカーを投げていきます。ボール気味でも良かったんですが、ストライク入ってくれましたね。そしたらボール気味にストレート。いいですね、空振り三振です。ボール球に手を出してくれました。続いてソラーノを迎えます。まずはシンカーから、いいところに決まりました。低めにね、きっちりと投げていけば、そうそう打たれないと思いますので、低めにしっかり球威のあるコントロールされたボールを投げていきたいと思います。スプリットを引っ掛けてくれてファーストゴロ、これで2アウトです。この回三者凡退で、終えたい。
まずはスライダー、これはボールです。もう一球スライダー。そしたらですね、マーキャンの要求はストレートなんですが、カットボール外角の低めに投げていきましょう。これはボールです。2ボール1ストライク。ここでボールにするとちょっと苦しくなりますので、ストライクを取りに行く。これはファールボールです。そしてマキアの要求の外角高めにファーストボール、いいですね。これで空振り三振。この回は三者凡退で切って取りました。3回の裏、田中のピッチング。やっぱりピッチングの基本はストレートになりますので、ストレートがねきっちりとコントロールされたところに行くと、変化球も生きてきますよね。2球で追い込んだ後、まあボール気味にストレートをちょっと投げていきたいと思います。おお、振ってくれる、いいですね。これで空振り三振です。そして1番に戻っていきます、ゴードン。先ほどはセーフティーバントをね決められ、おお、またセーフティーバントかかけられてきて、一度はねセーフの判定出ましたけど、チャレンジで、判定をひっくり返しましたけど、ここはもう完全に打ち取りたいですね。だー、今何が起きたかっていうと、どこをコントロールしてるかっていうのがちょっと分かんなかったんですね。今レフトをコントロールしてたんですけど、自分の中では飛んだ場所がセンターかなと思ってセンターのつもりで操作したので、ちょっとねレフトの動きが悪くなりましたね。ワンアウトランナー二塁で、イチローを迎えます。まずはスライダー、もう一球スライダー、いいですね。2球で追い込みました。ちょっとここからは慎重に、攻めていきたいと思います。もう1球内角に投げときましょう。そして外角低めにシンカー、外れたか。そしたらもうスプリットですね。よし、空振り三振。イチローから三振を取りました。これで2アウトランナー2塁。サードのね、いいところに行きましたね。これサードに入った方が良かったのかな。ちょっとこれ見てみますか。あ、そうだな、サードに入った方が良かったですね。二塁ランナーがサード三塁にね突進してきてましたからね。さあ、なんとかこの回0点でしのぎたいですね。カットボール、これで2球で追い込んだので、ここからはちょっと慎重にね攻めていきたいと思います。おお、スプリットで空振り三振です。これで3アウト。ランナー出しましたけど、なんとかこの回は0点で終えました。ヤンキースの方はまだヒット1本も打ててないな。
なんとかね、リアルメジャーリーグでは田中負け投手になってますけど、この MLB ザ賞上では勝たせてあげたい。4回の裏、田中のピッチングです。であとですね、スコアとかの見方ですね、ちょっと投球しながら解説していきたいと思います。画面の左上にですね、まあ、それぞれのチーム、ヤンキース、マーリンズ出てると思います。その横にですね、ヤンキースの横0、マーリンズの横に1って入ってると思うんですが、これが得点になります。ヤンキースが0点で、マーリンズが、おっとこれはでっかい当たりだ、入るか、うわー、入ってくか、だー、ホームラン打たれちゃったか。これで2失点目ですね。ちょっと今のリプレイ出ますか。リプレイが出るようであればリプレイをちょっと確認してみたいと思います。ちょっとボールが高かったんですね。真ん中高めに浮いてしまったボールをうまーく打たれてしまって、右中間の最前列にスタンドインしてしまいました。さあ気を取り直してここからきっちり抑えていきましょう。でですね、ちょっとスコアとかの見方の途中だったと思うんですが、今1点入ってしまったので、マーリンズの横が2になっていると思います。でその横にですね、4と、下向きの矢印が出ていると思うんですね。これが4回の裏ですよと、今プレーしているのが4回の裏ですよという、意味になります。で、その横にですね、ダイヤモンドが描かれていると思うんですけど、まあ、ランナーがいる場合はここに、ランナーが表示されます。今ランナーがいないので何も表示されていません。で、その下にですね、アウトカウントが入るんですが、今ノーアウトなのでここもアウトカウント入っていないですね。アウトカウントが入っていると、赤い丸ボタンで赤い丸で、アウトカウントが表示されるようになっています。で、そのさらに右横が今2-2って入ってると思うんです。これがカウントですね。今のボール外れてしまったので3ボール2ストライクフルカウントということになっています。でその下にピッチーズって入ってると思うんですけど、これがまさに今田中の投球数ですね、表示しています。今52球投げているということになります。なんとかね、レフトいい当たりでしたけど抑えてくれました。で今、1球放ったので53に変わっていると思います。で、ダイヤモンドの下にはね、赤い丸が1つついていると思うんですが、アウトを1つ取ったので、赤い丸が1つついていると、これが見方になります。さあソラーノを迎えて、まずは1球目ストレートでストライクを取りました。2球目スライダー、インコースをえぐった後は外角にカットボール投げていきたいと思います。このカットボールで、ファールにしましたね。これで、ワンボールツーストライクと追い込んだので、伝家の宝刀スプリット。これは追いつくね、ライトフライ。これで2アウトまで来ました。まずはストレートから攻めていきたいと思います。ちょっとボールが浮いてしまいましたね。で結構コントロールに関してはシビアで、本当に黄色い線の近くで止めないとですね、思ったようなところに行かないんですね。なので、球威は割と決めやすいんですけど、コントロール、黄色い線上で止めるのが結構難しいと。このスプリットが外れて2エン2。キャッチャーマーキャの要求はスライダーを要求してます。いいですね。これで見逃し三振で、この回
ホームラン1本打たれましたけども、最少失点の1点で、回を終えています。で、気になるのがですね、ヤンキースなんですけど、まだヒット、ここまで1本も出てないんですね。今の回も出なかったみたいです。これはいいボールがいきました、スライダー。これで追い込みましたので、スプリットで空振りを取りに行きたいと思います。スプリットで空振り取れるか。これはファールですね。そして困った時にはシンカーなんですよ。結構シンカー使いやすいんですね。シンカー投げていきましょう。このシンカーが外れて2連2平行カウントです。いいですね。最後はストレートで空振り三振。そして1番に戻ってきます。ここはね、イチローの前にランナーを出さないようにしていきたいと思いますけども、この、ゴードンかなり俊足ですからね、セーフティーバントとかね、決められないように気をつけていきたいと思います。これで 2ストライクですね。追い込みました。そしたらちょっと1球ね、ボール気味に外角外していきたいと思います。外角高めのボール球を見せたら、内角えぐるようなスライダーで空振りを取りに行きたい。いいですね。今本当に組み立て通りのピッチングができました。そしてツーアウトランナーなし。ここはもうイチローと真っ向勝負ですね。まずはストレート、いいですね。91マイル出てます。内角高め、胸元にストレートを投げていきます。これで追い込みました。そしたらですね、1点外角低め、一番遠いところでスプリットで落としていきましょう。ちょっとボールが高く浮いてしまった。同じようなところに今度はシンカー、外に逃げるボールです。これは追いつくね。よし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 、レフトフライに打ち取りました。そしてヤンキース、そろそろヒット打とう。ヒット打ちましたね。ただ依然0点、2点追いかける展開ですね。おっと、そしてここで、田中がマウンドを降りてしまいました。残念。ということで最後までゲームの方を進めていきたいと思います。イチローはね、どうだったんでしょうか。気になりますね。そして、試合の方終わっています。3対2でマイアミのマーリンズが勝っています。ちょっとハイライトを見ていきたいと思います。これはあれですね、1回の表ですね。ちょっとここでもたもたしている間にイチローにホームを突かれてしまったという初回のシーンですね。そしてこれはホームランを打たれたシーン。詰まり気味だったかなと思ったんですけどね、スタンドまで運ばれてしまいました。田中はですね、2失点だったんですごく悪いっていう感じではなかったんですけど、初回ちょっと守備のまずさとイチローの好走塁もあって、失ってしまった。1点ね、先制されてしまった。その後高めに浮いたボールをホームランにされてしまったというところが、ちょっと痛かったかなと
というふうに思います。というわけで、今回はですね田中将大をプレーをしてみました。で、イチローもね、しっかり結果残したし、逆にイチローを打ち取ったり三振取ったりもしたので、まあすごく楽しんでいただけたのかなというふうに思います。またですね、メールビーザショー15、引き続き、まあ、再現プレーならぬ再現スタメンでのプレーの方を継続してやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。で、その他ですね、こんなゲームやってほしいですとか、こんな企画ものやってほしいとか、何かご要望ですとか、何かあればですね、ツイッターの方もしくは動画チャンネルのコメント欄等々でですね、ご意見お寄せいただければというふうに思います。というわけで、今回はここまで。